はい、V ジャンプチャンネルをご覧の皆さん、どうも、編集のビクトリーチャです。そして今日は V ジャンプの誇るトップゲーマールイ君に来てもらいました。どうもよろしくお願いします。ルイ君は結構いろんなゲームやってるんだよね。そうですね、うん、で今日は早速僕がすごいドハマりしてる、うん、あるゲームをプレイさせてもらえるっていう。まさかそれが、それがこのドラゴンボール前回バトルロイヤルアーケードゲームはすごい人気の。おお。しかも4月18日公開のドラゴンボール Z 復活演出、そこで初登場したゴールデンフリーザ、はい、そしてスーパーサイジン5とスーパーサイジン孫悟空、それがもう早速配信されるんですよね、うん、それを稼働前にちょっと配信前にちょっと先に触らせてもらおうと。もらえるって聞いても、はい、ずっとテンション上がりっぱなしですよ。いいんですか。もうぜひぜひ。あ、じゃあ皆さんで早速、はい、スーパーサイジン5とスーパーサイジン孫悟空このプレイを、見ていただこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、でそれでは、ルイ君、はい、スーパーサイジンゴッド、スーパーサイジン孫悟空で、はい、ぜひプレイしてください。いやもう本当に楽しみですね。いいんですかね、僕やらせてもらって。いいんじゃないですか。ダンスのボスもそう。やっぱ緊張してますね、やっぱ初めて。いやもうガツンとやっちゃってください。わかりました、プレイできたらガツンと。はい、あスーパーサイジンゴッド、この髪の色がね、もう青いのがね、もうかっこいいですからね。じゃあ選択します。どうぞ。いいですね。はい。やってみっか。ワクワクするけど、ここまでとは思わなかったからちょっとドキドキすんな。そう。お。すごい。なんか光ってるですね。やっぱなんか使い心地違ったり違うするんですか。全然違いますね。全然違う。おお。いつもより軽い、速い。アクティブガードなんで、アクティブガード、はい、あのかわしながら、相手の攻撃をかわしながら、よ、まあ、避けれてですね。避けちゃう、はい、避けちゃう。当たってないんですよ。え、腕が実は。え、本当に当たってるじゃん。はい、え、あのこれはこれはあのガードブレイク技なので、あ、はい、どうしようもなっちゃうんですけど。大丈夫ですけど。今のもアクティブガード。キーワーこれ。ちょっと なんかコンボを。いや記録は10枚。お、あ、投げる。これコンボ。これは敵のコンボ。あ、敵のコンボ。ちょっと。いけー。すごい。おー。ちょっとじゃあやってみます。まだね、時間は十分ありますから。はい、よし、もう一回。お、お、お、あ、あ、お、いったんじゃないですか。うわ。おー、なるほど。すげえバカする。最後にカメハメハで相手を遠くに吹っ飛ばすことができるんですね。あ、距離を稼ぐっていう、はい、そうですね、遠くに吹っ飛ばすことができれば、例えばチーム戦なんかの時は、うん、その時2対1を作ることができるので、うん、1人敵を吹っ飛ばして、はい、吹っ飛ばすことによって、でそういった意味では全部成功させて悟空の動きがすごいなんだけど、謎らしいね。やばい、やばい、あと1ミリしかない。まだセンズがあるんでまだ死なないんですけど、ね、あーやばいやばい、ちょっと倒して普通のカメハメハ。普通のカメハメハ。じゃあ、うん、あ、当たりやばい、違うだ。おおおおおお、初めてましたね、衝撃が出て。すごい、これは気持ちいい。あの、溜めていくのは今回の悟空が初めてのシステムらしいです、はい、今まではなかったんですかね、うん、この溜めシステムっていうのは。いや、ちょっとどうでした、はい、いや、すごい難しいですね、意外とタイミングはシビアでやってて、であえて別に全部あのタイミング合わせないで、うん、まあ2段階目とかで あえて外して攻撃するとか、そういうやり方も多分できるのかなって。ずらしみたいな、はい、今触ってみて思いましたね。はい、じゃあ次は、ゴールデンフリーザ、これをルイ君に使ってもらおうと思います。はい、すごい楽しみですね。もともとフリーザ使いっていうのもあったので、フリーザ使い、はい、ルイ君はフリーザ使い、どんだけ強くなったのかっていう。おお、
ちょっと触れるチャンスなんで。そうですね。まあ普通のフリーザーとどう違うのかっていう。そうですね。ちょっと見比べながら、はい、触ってもらえば分かるようになってると思うので。ではじゃあ早速どうぞもうボコボコにしちゃってください。モーションは結構一緒ですね。参りますか。あ、気弾があるのか。おお。これなんか気弾も入ってる。気弾は多分一緒ですね。一緒でも、でも色が全然違う。威力も高い。威力高い。はい。あ、なんか構えてる。やばいやばいやばい。逃げて。避けてデスビームを打ちます。わあ、すげえ。おお、ああ、なるほど。超高速。早いですね、発生が。すごい。ね。なんか前のデスビーム、1個前のまあ、うん、フリーザのデスビーム。白いフリーザね。はい、白いフリーザは、まあ、1本長い。長距離で。長距離でもどこでも。あ、でも白くなっちゃった。あれ？え、何これ？やばい。テンションが多分切れたんで。あの元のフリーザーに戻っちゃったんですね。あ、これピンチですね。やばい。スーパーサイヤ人と一緒なんですね。テンションが切れることで何もできなくなっちゃうんですよ。で、一定時間経つとテンションが回復してまた攻撃できるようになってくる。おお、これがすごいですね。このえげつなさがフリーザーっぽい。おおおお、はいはい。今のはあのデススパイクっていう技みたいな技なんですけど。あのダウンしてる相手、寝転がってる敵でも食らうみたいです、ね。うん、今指輪ですよ。指輪はあれソルベの指輪、ソルベの指輪でしたね。多分なんですけど、うん、攻撃必殺技を出してる途中でも、うん、ソルベの指輪っていうこの必殺技を使えば、うん、同じ時間帯で2つの必殺技を同時に出すことができる。すごい。多分の割にはすごい成功な説明は多分ですけど、あ、やばい、ちょっとやばい、またテンションが、やばい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 、あーやばいやばいやばい、これ多分死んじゃうかもしれないです、当たったら。うわやっぱり死んじゃった。ただまあね、センズがあるから、まあそうです。ちょっとそのデススパイクで、うん、さっきデススパイクを放っている時に、はい、フィニッシュっていうコマンドがあったんですよ。おするとどうなるのかちょっと試してみたいですよね。ぜひぜひフィニッシュを。あー、ごめんなさい、外してしまった、うん。ここにフィニッシュっていうのが、あ、ほんとだ。最後にやると、うわー、おー、デスボールみたいな感じ。かっこいいですね。デスボール、あれがフィニッシュ。すごい、はいはいはい、やっぱ白いのデス。あ、やばいやばい、おー、うまい。気弾でナイス、ナイス気弾。ダウン効果があるフリーザの気弾は。やっぱ全然違いました。違いますね。てか威力が、火力も上がってますね、多分ですね。あ、そうなん、感覚なんですか。へえ。そしてやっぱり全中衛でも戦えるっていうところがあって、うん、まあ万能型ですよね、触った感じで思ったのは。あ、そうなんですね、はい、いや、よりじゃあ使いやすい。そうですね、前のフリーザはもちろん踏襲しつつも、うん、前でも肉弾戦でも戦っていけるフリーザで、うん、いきます。おお、食らいすぎじゃないですかこれ。すげえ、すげえ、やばくないですか。えみんな6割くらい食らってましたよ、マジ。いやー、どうです、皆さん、すごかったね。いやー、迫力ありましたね、攻撃も。悟空のカメハメハ、カメハメハ、まあ、タイミング合わせて押すのがなんか本当に新しい。そうですね、あの今までにない、うん、タイミング強い、合わせることで、うん、なんか衝撃波が出るっていう。なんかね、あの音ゲーっぽいあのタイミングが、そうです、音ゲー上手い人だとあの上手いのかもしれないですね、うん、ゲーム性もなんか増えて面白かったですね。あとゴールデンフリーザー、これどうでした。いや、もう最高にこれ、うん、正直超楽しかった、超楽しかった、まあ、率直な感想なんですけど、ルイ君がフリーザー使いらしいんで。あ、そうです。本当に多彩な攻撃で、はい、うん、必殺技を放っている時に、うん、違う必殺技を放っていくことができた、ね、デスビームすごいビビビビ速いですね。すごい速かったので、はい、で、さらにもっとすごい活躍はもう間もなく公開の4月18日公開、復活の F、はい、こちら劇場で見れますんで、そちらで、うん、この2人のキャラクターの、活躍は見てください。そしてもう一個お知らせがあります。今月発売の V チャンプ6月号に付く付録の V チャンププラス、こちらにこのスーパーゲーマールイ君の超絶コンボ動画も、ああ、そ、ああ、ほお、さっき撮ったじゃん。バレました。実はもう撮ってます。そちらも載ってるんで、そっちもぜひ注目してみてください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。データガリーセブン。 V ジャンプチャンネルご視聴ありがとうございます。ぜひ
ね、チャンネル登録をお願いします。こちらのボタンから。はい、スマホの方は概要欄から、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。